前回までのあらすじです。ニトリさんは生まれながらの天才で他のカッパより優れており、ゆかりさんからも一目置かれる存在になってました。しかし鬼や天狗たちの言動にイラつき、一人で活動する道を選び、研究所も見事にちょちょいのちょいで完成して静かに研究開始。破壊神編以降ではなぜか異変の解決に参加してくださるようになり、魔神編では大活躍して皆様からも認められる英雄に。しかしゼノバイ編でやらかし、カオス編でもやらかし、メカニトリ編でも見事にやらかし、ヤマメさんを放置し、平行世界でもいろいろやらかしております。膨大なエネルギーを放出する超プラズマキャノンやら、太陽光エネルギー放射型衛星やら、霊夢さんのお色気スーツやら、手に装置やらと、いろいろ異変では活躍してくれておりますが、思ったような結果が生まれず、ゆかりさんからの信用も右肩下がりの連続演出のオンパレード、さらにクリスタルに手を出そうとするという最終極論に至ったニトリさん、もう私たちからすればあなたがラスボスなんですよ、もうやめてけろ。次はこっちだ。どこに行っても同じ景色ですね。一体どこまで続くんでしょうか。記録したマップはどうなってる。一応通った場所は記録されてますが、ただ階段のような形になってるだけですね。もう数百メートル歩いてますよ。よし、北道の通りに戻ってみるか。ルカ、隙間を使ってくれ。それが、ここだと能力が使えないみたいなんですよね。何？魔法も何もか。はい、仕方がない、歩いて戻るか。マスター、なぜ戻るんですか？この迷路はいくつかのパターンによって構成されているはずだ。一つ目は無限タイプ、つまり通路を通った瞬間元の場所に戻される。二つ目は入った瞬間にランダムな場所に飛ばされるタイプだ。そして果てしない範囲の迷路、脱出は不可能。三つ目は、入り口が固定、そこからは決められた順に通らないと先へ進めないタイプだが、どうやら三つ目のタイプが正解のようだね。何ですかあれは。キュウリだ。なぜ持ってきたんですか。印がないとあれだと思ってね。しかしやっといてよかった。これがなかったら気づけなかったからね。今、マップ的にはどこになってる。本来マップ的にはここですが、マスターの推測通りだとここになりますね。ワンフロアまでは進めるが、それ以降は決められた順序に進まないと無限ループタイプか、関係なく無限地獄のどっちかだね。どうするんですか。戻ったことで方向がわからなくなりました。一度マップはリセットします。そうだな、目印を置きながら進むしかないな。無事に進められたとして終わりはあるんでしょうか。かなりの距離や回数があれば置いておくものにも限界がありますよ。その時はルカ、服を脱いでくれ。嫌ですよ。まあ安心しろ、必ず終わりはあるはずだ。ここは宮殿の墓っぽいし、名もなき王の墓とでも名付けるか。私の予想では、全体マップはこうなっているはずだ。真ん中からスタートですか。そうだ、そしておそらくは部屋は最大で4つあるはず。構図的に壁だけってのは絶対にありえない。この4つのうちの1つに、クリスタルに関わる情報が。多分だけどね。うわぁ、なかなかハードなステージですね。とりあえず進めた場所と置いてった場所は記録しておきます。頼んだ。うまくやればメイリンがラクシーを倒してくれるかもしれん。そうなればここの魔力も消えて通常の迷路に変わるはず。万が一の時は頼んだぞ。おやおや、白霊の巫女に竜の力を宿し者よ。何しにここへ？と言われても私も何も聞かされてないんだけど。いくつか答えていただきたいことがございます。一つは巫女と竜のつながりについて、あなたならその答えがわかるでしょう。あなたはすでにご存知なはずですが、私から聞いて確信を得られることでしょうか。どういうことなの。霊夢さんも知っておいた方がいいです。巫女の使命を果たすためにも。いいえ、知らない方がいい。知れば道は閉ざされます。なぜですか。情報は時に最悪を招くからです。意識することで言動に変化が起き、本来通るはずのルートから外れてしまう。知る時が来れば、自然とあなたたちに伝わります。私から聞くべきことではない。あなたは霊夢さんの性格をよく理解しているはずですが、知ればどうなるかわかるでしょう。なんなのよ、連れてこられた上にのけものにする気。用がないなら帰るわよ私。あなたは確か、心からの願いなら本当の願いとして叶えられるんですよね。それによって叶えられた願いは世界に影響をもたらさない、自然の摂理として扱われます。何か叶えたいことでも、昨夜さんを蘇生してください。これ以上も以下の願いもありません。残念ながらその願いは叶えられません。ふざけるな。あなたは、願いを叶えると言ってまともな願いを一度も叶えたことがない。すべて偽りだ。何が幸福の神だ。全部不幸になってるじゃないか。心からの願いでも叶えやしない。メイリン、落ち着いて。どうして叶わないの。メイリンに他に叶えたい願いが。別に心からの願いでなくても叶えられますよ。ただそれが自然の摂理として扱われず、世界が正そうとする力が働くだけ。それはもう体験済みですね。確かにメイリンさんの願いは心からの願い、それに嘘偽りはありません。しかしそれは叶えられぬ願い。どうして？教えてあげてもいいですが、それを知ることによって最悪な結果をいくつか生み出すことになります。それでもよろしいですか？予想はしてます。しかしそうはなりません。いいえ、あなたが思っているようなことではありません。もっと最悪な結果です。どうしますか？それはもちろん。やめておきなさい、メイリン。霊夢さん、どうしてですか？ちょっと意地悪だけど、少なくても今までの発言に嘘はなかったわ。つまり知らない方が私たちにとって得ってことよ。それを信じるんですか？そうやって洗脳させるためかもしれないじゃないですか。何のために？メイリン、楽趣味が得することなんて何もないわ。もし叶えることで力を得られるなら、もっと適当に願いを叶えまくってるわよ。幻獣は人のために存在するもの。それが善行であれ悪行であれ、自らがそれを全うすることはないわ。求められた時だけよ。メイリンさん、これだけあなたにお伝えします。あなたは罪の意識に苛まれすぎている。そして周りが全く見えていない。いらぬ思いは捨てることです。そもそも悲しむ意味がないのです。余計なことをせずに押し寄せる異変だけを対処してください。
叶える必要のない願いのために、あなたは世界を巻き込むおつもりなんですか？どういう意味ですか？叶える必要がないって。そのままの意味です。そしてニトリさんの思想の手伝いをしている。それは大きな間違いです。今すぐ連れて帰ってください。ふざけるな。昨夜さんは死ぬべき存在だとでも言いたいのか。メイリン、ちょっと待ってよ。今の意味ってもしかして。いいでしょう。ならばこうしましょう。私を殺してみてください。遠慮はいりません。もし倒すことができれば、なぜ蘇生できないのか、さらには魂に関わるクリスタルのありかも教えて差し上げましょう。ちょっと、なんで戦うことになるのよ。私が戦いたいわけではありませんよ。あなたは時間稼ぎのためにここへ来たのでしょう？ニトリさんがクリスタルの情報を得るまでの、ご自慢の力でさっさと始めたらどうですか？お前、一体どこまでのことを知っている？実に哀れですね。私の言葉を信じていれば、余計な犠牲を出さずに済んだものを。ちょっと待ってってば。私は戦う気なんてないわよ。そんなわけのわからない情報のために一戦交えるなんて。それにメイリン、ちょっとあんた頭冷やしなさいよ。ニトリに何言われたか知らないけどね。そんなの絶対に。霊夢さんは戦う必要はありません。私一人で十分です。あなた、本気なの？どうしたのよ急に。ふふふ、無駄ですよ霊夢さん。メイリンさんは罪の意識に支配されている。彼女を救うためなら何でもしますよ。霊夢さん、これお願いします。メイリン、かわいそうな人ですね。嘘を信じ、真実を疑うとは。約束してくれるんですよね。あなたを倒したらクリスタルを。殺してもらって構いません。私が死ねば自然と遺跡の効力が消え、ニトリさんが見つけます。私が死んでも、幻獣界にある祈りが私を復活させます。ある程度の時間は必要ですがね。そうか、だったらさっさと。ただし、あなたが敗北した場合、しばらく霊夢さんと共にここで眠ってもらいます。な。そうなれば、霊夢さんの腫瘍にも支障をきたし、助けが必要な時に動けなくなる。私は関係ないじゃないのよ。自信があるなら問題ありませんよね。あ？一瞬で終わらせてやるよ。お前の敵は見えている。ふふふ、そうですか。残念ですが、もう勝負はついてますよ。はぁはっはっはっは。油断するからだ。こんなに早く決着がつくなんてね。おほほほほ。パワーはなかなかだな。あり？ヘルゲ、マジかよあのニコ野郎。何億トンあると思ってんだ。悪いが勝利はいただく。消えた、ユニ。押すと危ない。そんな。さて、ちょっとこいつを使ってみるか。うお、なんだ。アブト、食らうしかないな。ふふふ、残念ね。こいつにアイスがあるのよ。好き嫌いが激しいんだから。そうか、お前とは気が合いそうだな。なんで言ってんのよあいつ。あっけないやつだな、もう終わりか。見てて、うん。あんた必要よ、2対1じゃないの。お前も似たようなもんだろ。ああ言えばこういうわね。だからお前だな。こいつ、兵の道具が買えるか、軍事の性質ではなさそうだな。まさかカリトレの存在に出会えるとは。面白い、血の力なしで葬ってやる。うわ、まさかまさよ。さてはてめえも巨人野郎だな、もうだらけの積もりかてめえ。悪いな、こんなとしてもお前の匂いで。てめえ、一日間に触る野郎だわね。おっと。悪いな、これが私の戦闘スタイルなんだ。まあ頑張ってくれ。頑張れたらな。ちょっと差がありすぎたかな。まずいわね、あいつかなり強いわ。特攻機だったんだけどね、仕方がない。次はもっと強くなっておくんだぞ。今後は暇になりそうだからな。僕、無双封印。なんだ。大臣、助かったわ。あいつをぶっ殺すには剣で突き刺しまくるしかないわね。こっちは準備する、そっちは頼んだわよ。あいつ、もう一体何かいるな。弾力は進むどうか。ふふふ、あいつの時のようなワクワク感はあるな。少々知識に欠けるものがあるが、ちょっと、邪魔しないでくれるかな。力比べしたいんだ。呼んでやがったか。まあいいわ、避けないならこうする。これで終わらせてあげる。天使の怒り。うん、無双先生。バカでかい力ね、お願いするわ。ふふふ、本気が手羽抜けれたと思うけどな。バカね、私が避けたらあんたも動いちゃうでしょ。なに？くそ、どういうことか。お前も吹き飛んでいて。どうしたのか、少しお前を舐めていたようだな。ははは、やった、やったわ。ですよね、はい受けますよ、それでいいんでしょ。あらー。電子弾戦闘不能です。まあいいわ、なんとか勝てたし。勝利宣言はちょっと早いかな。嘘、なんで。あんたどうやって避けたのよ。おいおい、いきなりネタバレか。それを教えたら面白くないだろ。あれは周囲に大きな乱れと地震を引き起こす技なのよ。魔法だって扱えないはずなんですけど。ふふふ、それはお前の課題として秘密にしといてやろう。それよりもお前の血の体勢が気になる。安心しろ、プロセルカの実験が終わったら元に戻してやる。バカ、そっちじゃないわよ。ん？私の負けでいいから早く避けなさいよ。ライトニングブレード。面白い、受けてみるか。面白くねえよ、一人で受けてろよ。あらなかなか良かったぞ、長江君。ユニなんかよりはるかに強い雷だ。すみませんが持ち帰らせていただきます。まあこういうな、少しは飛んでいてよ。ん？大丈夫ですか？
誰にやられたんですか？行く、己化け物め、犯人ここにいます。少し相手してくれ、出なければ展開をぶっ壊す。一回でも倒したら逃がしてやるよ。一回でいいんですね。その一回が長丁場になりそうだがな。時間がないので警察の技で行きますね。こいつ、雷の原因自体に操れるのか、逃がしがダメになる。まあ簡単にはやられんだな。マジかお前、初見で避けるのか。見せましたからね。ああ、僧侶娘様を実験台か。少し優しめに頼むぞ。天雷光、カエルエオス。行きますよ、もう行ってる。展開はともかく、本命凛と戦うとなればまだまだだな。やはり巫女の力は必須か。そうだ、欲しいものは手に入ったことだし、まずはレミリアを蘇生してやらねばな。次はそうだな、お前の力を借りてみてもいいかな。手伝ってくれるよな。パチュリー、ノーレッジ。あいつ、わざと温存してるわね。あんな膨大な霊力はどこで手に入れたのかしら。予想が当たったら嫌だな。下手に戦えないじゃないのよ。その前に、こっちの戦いを見届けなくちゃね。遠慮はいらないわ。本気でかかってきなさい。あんたが負けたらあの子をぶっ飛ばす。私を餌に使わないでください。心配せずとも、本気で行きます。究極の防御の力、見せてあげますよ。主人公は、サナエちゃんですね。違います。